今日もお願いします。お願いします。今日の質問なんですけど、はい、どのようにすれば求人が集まりますかって質問です。はい、そうですね。まず、いい人材をやっぱ集めたいと思うんで、そのためには店の、集客するときと一緒なんですよね。その売りを、どんどん打ち出していくっていうことですね。まずはその店のまずはコンセプトを作って売りを作っていって、それに基づいた店の外装内装にして、そういううちの床屋だったらスタイル写真を出したりとか、スタッフを、写真を載せたりとか、そういうふうにどんどん打ち出していく。それによってそこから、ネットで、ホームページももちろんありますし、各媒体、今だったら SNS っていうのがやっぱり無料で使えるものなんで、そこで発信していく。そうするとやっぱ若い子なんかは、SNS をやっぱり利用してる人が多いので、なんだこの店はって気にはなってくれますよね。やっぱり集客も、求人も一緒なんですけど、まず最初知らないっていうのが一番の理由なんで、そのまずは知ってもらうことが大事ですよね。で知ってもらって、で見てもらうで、読んでもらうというか、詳細を見てもらうで、最後に来てもらうっていう流れになっていくと思うんですけど、その入り口としてまず知ってもらうことが大事なんで、ある意味目立つことが大事だし、各媒体で宣伝していくっていうことがまずは必要かなと思います。なるほど。はい。2つ質問があるんですけど、はい、まず最初にそのいい人材を集めたいというのをおっしゃったと思うんですけど、はい、このいい人材と悪い人材の二藤さんが意識している部分について教えていただきたいっていう質問が1つと、はい、あとその SNS で集めるときにどういう文章をつぶやいたらいいのか、はい、その2つの質問なんですけど、じゃあまず1つ目のこういい人材、伊藤さんの考えるいい人材ってどんな人なのかなって、はい、聞かせてくれる。そうですね、僕にとってのいい人材、そう、やる気があるとか、そういうのはもちろんどこの店さんもあると思うんですけど、結構こだわりを持ってる人がいいかなと感じてもるかなと思います。はい、例えばそうですね、うちのスタッフでいれば、スケーターとかいるんですけど、スケボーをもうずっとやってるとか、だからその本業、うちだと床屋だけじゃなくて違う趣味をすごい長くやってるとか、そういうところは、部活でもいいんですけど、部活をずっと小中高とかやってたとか、そういう子を結構、重視してるかなっていう感じですね。あとはバイトで、居酒屋さんでバイトしてる子って結構気がつく子が多いっていう印象があるんで、居酒屋さんで結構長く働いてたとか、そういう子も結構、バイトのな、その歴とかも結構見るかなとですね。なるほど。ちなみにそのじゃスケボー長くやってるっていうのは、はい、それでこうどういうメリットがあるのかな、伊藤さん考えてるんですか。なんていうんですかね、何にもないやつ、何にもやっぱ趣味がない人より、そういう濃い趣味というか深い趣味がある人の方が単純にね、やっぱ面白いっていうか深みがあるんですよね、人として。でやっぱそういうのつが語る言葉とか提案する、そうだ、アイディアとかって結構やっぱりセンスがいいっていうか、そういうスケー文化とかのところから抽出されて出てきてるような感覚があるんですよね。だから僕にとっては、スケーターとか、スケーターじゃなくてもいいんですけど、そういう深い趣味を持ってる人を重視してるところがありますね。なるほど、はい、単純なこう技術とか、はい、そういうのではなくてその人自身の深さっていうのを重視してるところですね。そうですね、その技術とかなんかっていうのは全然見てないですね、正直。それは全くどうでもいいかなと思ってて、っていうのは、うちの店に入ってからそれを練習して身につければいいだけのことなんで、学校でやってきたこと、他の店、中途さんだったら他の店でやってきたこと、もちろんあるとは思うんですけど、それなりにやっぱ中途だったら多少は聞いたりもしますけど、でもそれよりもやっぱその人間性というか、その人が持ってる世界観というか、そういうところを見ますね。なるほど、はい、わかりました。で、2つ目の質問ですね、その求人の文章を書くときに、こういう要素を入れた方がいいとか、こういうコツがあるって部分があれば教えてください。
はい、それ SNS に関してですか、その求人で SNS で SNS そうですね、まあ単純にその電話番号、あと、まあ、ホームページの URL とか、あと SNS 他の今その使ってそれ以外の SNS の URL とかを載せておくことはもう必須ですね。なるほど、はい、毎回の発信ごとに載せておく、でまあ一言添えておくっていうのも必要かもしれないかな。どんな人？そうですね、そのまあスタッフ募集してますとかでいいと思うんですけど、うん、まあ求人をしているんであればそういう言葉を添えておく必要があるかと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。